西所沢駅は埼玉県所沢市西所沢一丁目にある西武鉄道の駅。駅番号は SI18。池袋線と狭山線が乗り入れている。狭山線は当駅が起点である。中央に一面二線の島式ホームを廃止、それを外側から挟む形で二面二線の相対式ホームを有する地上駅。所沢よりに留置線があり、 主に、狭山線の折り返し、留置に使われる。駅舎は、北側のみ。改札口を出ると、駅舎内に、タモニー、神戸や、蔵造り本舗といった、店舗群がある。エレベーターは各ホームと個線橋部分を連絡する、ものが設置されているほか、2.3番ホーム、4番ホームと個線橋部分を連絡するエスカレーターが、設置されている。 トイレは2.3番ホームと4番ホームにある。4番ホームのトイレは、多機能トイレを併設する。駅長室の関係で、所在地は、所沢市西所沢となっているが、佐山線と1.2番ホームの下山口よりは、所沢市上荒井となっている。2020年度の1日平均乗降人員は19,677人で、西武鉄道全92駅中38位。 近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下記の通り。国道463号、県道179号上にある西所沢駅、入口停留所が最寄りである。ありがとうございます。